皆さんこんにちは。えー、人生百年時代です。生き方改革提唱者のマダムホーです、えー。今日は、えー、皆さんに25歳で介護貧乏になった私がその後、えー、5年タらずでまあ最初のミリオネアの仲間入りをしたわけなんですが、その時に。 何をしたか、何が私を助けてくれたかということについてお話しします特に私はアメリカにたった一人で来たわけで親もいない親戚もいない友達もいない誰もいないということで内いな尽くしなんですね。金なななし、経験なし、内々尽くし、し経験くの私がどうやって、 そのそういう仲間入りをしたかということについてお話をします前回はまあその一段としてその本真珠ですよねやはりなんだろうお金持ちの中ではそういうきらびやかなもの、えー、ゴールドチェーンとかダイヤモンドっていうものはもう皆さん方が持っている特に日本人はなんかこの粒ダイヤまるで ごまのようなちっちっゃい粒ダイヤですけどやはりこちら海外だと1カラット2カラット3カラットってこういうカラット単位のものなんですねですから本当金なしコネなし人脈なし経験なしのないない尽くしの私にはそんな1カラットのものなんてなかったわけですねだから日本の本心重が私の味方になってくれたで今日はその第2弾もっともっと中身のことについてお話をします やははり私自身は成金嫌いなんですね下品な人が嫌い頭の悪い人が嫌い性格の悪い人が嫌いやはりまあ大事なのはこの中身から出てくるものだと思いますその人の性格、えー、たとえ当時の私は金なしコネなし経験なしのないないでしたけれどもでも一応えー 知性とと共有は負負けないいもののを持っていたと自負してた自自しるんですでその自信私には知性と共有があると自信のオーラを出すために必要なものが今日お話をするものです。それは何かというとマナーなんですねマナーエチケット特に若い人にとって大事なことは本当にお金がないそして人脈がない 経験もなない、い実績がないわけですねで。そういう人が多分これは人生100年時代いつの時代になっても同じだと思うんですがタメ口を言わない生意気な口を聞かないやはり謙虚になってそうですよね周りには人生の大先輩またその富裕層の人たち成功者に囲まれた場合には自分は偉そうな口を聞かない相手をリスペクトするということは大事です。 その態度がちゃんとと出ていないと相手にされな相、ねま、謙虚さで謙虚な人間っていうことはやはり賢い人は謙虚になれると思います己を知っている人は謙虚になるんですが中身が空っぽの人ほど選ばるんですねで中身が空っぽの人ほど自分を分かっていると思っているそして、えー、口を開けるとその教養のなさ 頭の悪さが全部出てきて分かっちゃうんですねですからある意味沈黙は金と言いますけれどもあの中身のない方は黙っている方がいいです一言口を出すと中身のないことがベアッと分かっちゃうそしてお里が知れるということがありますので何も分からなかったらなければ黙っているのが一番です黙っていると気品が出てくると思います だけどやはり大事なことは最低限のマナーエチケットをしていることでここで大事なポイントはマナーとかエチケットっていうのは暗記をするものじゃないんですね一番根底にあることさえ分かっていればいいですそれは私がいつも言いますまず心ありきマナーとかエチケットの基本にあるものは相手へのリスペクトなんですね相手の時間を無駄にしない。 相手の何だろう人柄をリスペクトする相手の社会的地位に関係なく相手の収入に関係なく相手の学歴に関係なく相手を一個人の人間としてリスペクトする敬うそこからマナーとかエチケットというものは始まると思います。今そのの前書きを言って本当ににに一般の凡人が上に上が上上るためには まず礼儀作法はすすごく大事ですこれだけは例えば学歴がない方でも頭がそんな知能指数がめちゃくちゃ良くなくっても平均的な知能指数110程度であればできることはまず皆さんマナーを身につけてくださいで特に日本人が実は一番自信がないのが和食のマナーなんですね。日本人だから えー、洋食のマナーナイフとフォークは結構こう皆さんいろいろ分かってるみたいですけれども意外とお箸のマナーっていうのは分からない人が多いですしこうめちゃくちゃそれで和食のマナーが大事なのは例えば皆さんが目上の人富裕層の人とか目上の人っていうのは目上イコール。 年上年配ですからやはり50歳以上の人たちと一緒の会食をした時には大抵ああいう年配の人はやっぱり和食が好きなんですよねあっさりしたものとかっておっしゃいますよねだからその時こそお箸をきちんと使えるかどうかっていうことは大事ですではちょっとやってみましょう、えー、まずルールまあ、いろんなあのお箸のマナーがありますけれどもまず最初 握ればしダメですね。こうやって握ればし。それから、この際。もう一度きちんとお箸を。綺麗に使えるように。やってください。実は。このお箸の使い方が。 16歳で単身渡米をした私の一番最初に自分で分かってたことなんですおねるを知とということが大事です私はは、えー、我がが家は意外とうちの両親っってアメリカが大好きだったんです、ね、ですすねから家でもなんかナイフとフォークとかはやってましたけどお箸はもう適当っていうか日本人だからお箸は分かってるっていうことで実はお箸上手に使えなかったんですちょっとこうある意味握り箸でこうお箸がペケポン。 こうなってやっててやたんですね自分でもそれはいけないってことが分かってたのでやはりアメリカに16歳で行く前に自分でお箸の練習をしましたですからまず1番目のタブ握り箸そしてあとこうねクロスするお箸の持ち方やめましょうきちんとこういう、まあ、三角形になるように先がこうなってるこういうきれいな持ち方を今この際きちんとしてください。それから2番目寄せ こうあのお茶碗とかお箸があるとこうやって突き刺してこれでこう器お箸とかを自分のところに引っ張ってくるあっ有田さんこんにちはこの寄せ箸ダメですね寄せ箸はダメですそれから3番目差し箸こうかまぼことかぐさっと突き刺して何でもつくねとか突き刺して取るこれもダメですね差し箸ダメです。で次、4番目これれ意外なんですけれども 渡しって言いますこれはどういうことかというとお茶碗とかあのお椀とかあと丼ラーメンとかこうやってお箸を置くこれ渡しっって言って言これダメなんですよだからもちろんあの、ね、ラーメン屋さんとかでこうやって置くことはまあ,あるんですけど実はあれダメなんですじゃあどうするかっていうとやはりこの箸置きに置くでもね ラーメン屋さんんんでで箸置きなんかななかいわけですよあんな牛丼のチェーン店なんか多分箸置き置いていないその時どうするか、まあ、皆さんご存知のようにあの割り箸だったら紙をこうやってそこに置くもしこうあの定食屋さんとかでお盆できた時は実はお盆のにかけるんですねこれはあの解析とかのマナーですお盆の縁にこういうふうにあの分かります あのお箸の先をお盆の縁にかけておくっていうことがありますだからそれをちょっとできるかできないかいくら定食屋さんでこうお盆できたもので箸,が箸置きないですよねじゃあその時どうするのって言ってご飯とか器にこれ渡し橋する人は、まあ、ここでお砂糖が分かっちゃうだから成金って言われるわけでしてその時はお盆があればお盆の縁にこうやって箸を休めるもしくは。 箸あのお箸の割り箸の袋でやって自分でするということですね、えー。それから次の写し箸これ皆さんご存知ですよね。あのお箸とお箸で物を写すこれはやっぱり日本人嫌がりますね。なぜかというとあの仏葬仏葬が終わった後のお骨をこの親戚とかが お骨をこうやって、端と端で、あの、掴んで。骨、ツボに入れるから、それは嫌、ということですね。それから、あと、ねぶり箸、この、お箸をねぶる。これもダメですね。それから、まあ、七番目が、やっぱり、さっきの。え、五番目の、移し箸と同じで。ご飯に、こうやって、お箸立てることね。これ、やっぱり、あの、仏前に。 あのご飯を入れて、そこにお線香を立ててるっていうのを、あのイメージするので、それもやめてください。まあ以上です。今日はあのお箸のマナーについて、まあ最低限。あの皆さんに知っててほしい。でやはり本当なんですけれども。レベルが上にいくほど、例えば会食だと、特にその本当に上の方。六十代、七十代のどこか社長のオーナー社長さんであるとか、もう。 一部上場企業の会長さんとかになっちゃうと大体招かれるのは高級料亭の個室に招かれますねですから皆さんあの和室のこう襖の開け方とか畳の上の歩き方ひりを踏んじゃいけませんとかねそういうことあ、あの美咲さんおっしゃるようにテーブルマナーは大事。特に 和食のマナーですね今もお話ししてるんですがあの本当日本でトップレベルの方っていうのはあのまあ政治家とかでもそういう和食の一流料亭の個室なんですねですからそういうお座布団のところでのご挨拶の仕方とかっていうのは大事ですがまあそこまでいかなくてもこの和食のマナーのお箸使いこれによって あなたのお里がバレてしまいますので、やはり成金って言われないようにするためにも、皆さんの親御さんの名誉を守るためにも、皆さんがお箸の使い方、綺麗にしてくださいね。では今日は以上です。また明日、皆さんあ。やっぱり私、15歳から茶道をやっているので、どうしても和室のマナーとか、お箸の持ち方、ちょっとね、やっぱり、 職業柄ちらっと見ちゃうんですねでそこで出ちゃうとあの本当に仲のいい人で目にかけている年下の人だったらそのお箸の持ち方とかって注意し,しますけれどもそうじゃない人とはやっぱりそこはなんか私の頭の中でこの人マイナス1点みたいになっちゃうんですね。でですからあの皆さんもしできればぜひ日本の茶道 おお茶をお稽古としてて始めてくださいあの茶道は日本ではもうコストパフォーマンス一番ですお茶の,あのマナーっていうのはもう掛け軸からお切れ地から焼き物から全て総合文化学ぶことができますのでお金儲けも大事ですだけれども知性と教養成金下品って言われないためにぜひぜひお茶やってくださいで,できれば 私と同じ裏千家、よろしくお願いいたします。じゃあそういうことです。では皆さん、また明日。ごきげんよう。さようなら。